私立ビリオネア高校の校長であるペンセイです。皆さんこんばんは。本日は4月11日木曜日です。いやー、というね、もう明日で最後ですね、今週は。あの、株相場が。うーん、まあ天気もね、あの、やっぱ朝若干ちょっと肌寒いですけども、えー、昼間はやっぱ暖かいですし、 あの、まあ、夕方もね、あったかいかなというところですから、やはりこの衣替えのシーズンですし、まあ、気持ちもね、えー、リフレッシュして、この困難な相場を、まあ、書き残っていきましょうということですよね。そして本日ですけども、まあ、ね、あの、アメリカのインフレが止まりまへんということですけども、これはま、あ原油高に、えー、気にする部分がありますから、えー、香港ではですね、えー、ちょくちょく原油高ですよと。 まあそれに伴ってね、えこういう銘柄が、まあ、あのー、いいんじゃないかということで、いろいろ分析しておった、取られたんですけども、やはり案の定ですね、えー、エネオスにしてもそう、インペックス、石油資源開発等、えー、まあ、軒並み株価が顕著に上がってるということですよね。で、そんな中、本日ですけども、まあ、6割以上がですね、えー、約1064銘柄が下げましたということですね。 うん、アメリカの金利も上がってますということで、さらにグロース、えー、成長株ですね。それに売りが、えー、出やすくなったと。必ずしもそのグロースと言って、えー、いわゆるグロース市場ではなくて、当然半導体ですね。うん、とかそういうもの。あとは金利上昇に伴って。まあ、基本はインフレですね、えー、大本銘柄と、本校でも言ってます、不動産関係ですね。これもちょっと本日売られたということですが、とはいえね、 えー、そのだいぶ前からいくとですね、もうかなりこの不動産上がってますから、まあいろいろなね、えー、見方あると思いますが、まあちょっとしたね、えー、調整というふうに見ればいいのかなと思いますね。はい。で、えー、FRB ですね、早、え、期、ー、利下げ観測はこれまでの日本株高の原動力の一つでしたが、はい、えー、金利上昇によるバリューエーションですね、投資尺度、調整がより意識され始めたということですよ。 で、これはもういろいろな解釈があるんですけども、まあ、こんだけ上がってればね、当然健全ないい意味での、まあ、暴落。はい、下げ。これはもう当然あってしかるべきですから、その後どうするかというところをですね、しっかり見極めていくというところですね。ただ、日本株の先高感は依然として強いと。上昇圧力はありますよというふうに言われているわけですよ。それどういうことかというとですね、やっぱ為替ですね。 抵抗線と言われてた152円。はい。この水準をきれいに突破して、もう154、155、どこまで行くんじゃいという話ですよね。で、トヨタもやはり本日上がりましたし、うん。まあ、円安、イコール輸出関連、海外売上高比率の高い銘柄、えそういうものが依然としてですね、収益が上振れてくると言われてますから、これ公共何回も言ってますが、この、 2025年3月期、2024年度ですね。フィジカルイヤーでいうところの。これの為替、いくらで落ちますかと。で、いろいろ聞くとですね、ただ140円ぐらいが多いんじゃないかとえ。場合によってはちょっと若干強めに145とか、いろいろありますけども、まあ、140で降りたなら確実に上振れるでしょうというところですよね。はい。いやそして、当然金利上昇になれば、 バンクですね。三菱。これまあ、あの、メガバンクですが、プラスローカルバンクも後でね、えー、またヒートマップ、本日やりますけども、やはり強いというところですよね。で、さらにですね、TPBR、高配当のいわゆるバリュー系。これもやはり変われるというディフェンシブも含めてですね。では、そんな中、本日です。まあ、いろいろも紹介したメ柄ガいっぱいあるんですけども、やっぱりこれでしょうと。半導体。 シリコンウエハー、半導体ウエハーですね。これスライスするわけですね。そして半導体チップにして、ムーミュレだ、パソコンだ、スマホだ、データセンターも、高性能カメラ、あれとあらゆるものにですね、半導体使われてますよ、ということですよね。では、ね、実はですね、このシリコンウエハーになる前の段階ですね。これです。高純度、竹結晶シリコン。さあ、 これの世界トップメーカーって皆さんご存知ですかねこのあたりはね、当然、新越科学とか、サムコとか、まあ、香港でおなじみの、もう日本のですね、もう、えー、半導体復計のですね、キーポイントになる会社であります。だから、そのもっと前段階ですね、超高純度の9 0点、9 0で、もうそればかりでもでもう朝まで黙ってるようになっちゃいますけども、それぐらい純度の高い、 シリコンを作ってる会社は皆さんご存知ですかねそしてこの会社から信越とかサムコにものが納められてそして彼らの方でですねシリコンウェアを作ってですね、まあ、販売しているということですよねさあどこでしょうかとそうですねはいこれですもう出てますね徳山はい高純度多結晶シリコン販売させる半導体ウェアメーカーで溶解され 単結晶インゴットとなりそれがスライスされて半導体ウイハーとなりますということですからいやーここ結構穴場なんですけどもあのー、もうこの先高感があって確実に半導体ですねえー、資料が伸びるとその本当の元の元いわゆる川上ですよね川下ではなくて川上ここでのやはりガリバーというのが実は徳山ということなんですね はい。で、ちらっと徳山に触れるとですね、これもう会社名コロ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 変わってるんですけど、今徳山ですね。もともとは日本ソーダ、徳山ソーダ、そして徳山ですよと。で、これ岩井商店ですね。昔の日商岩井ですね。それがまあ合併して、まあ創実になりましたが、えー、彼らが作った代表的な会社として、ダイセルですよね。このプラスチック。えー、子会社のですね、えー、スーパーエンプラとか。 やってるポリプラスチックなんかもいい会社ですね。そしてフィジフィルム、徳山、炭ペピント、はい。そういうところがあるということで、まあ、非常にこれ見るだけでもとんがった、え、ニッチな製品を作って、世界シェアも結構高い製品が多いというイメージですね。そして ICT ですね。成長事業取り組み、どんなもん徳山持ってますかと。フォトレジストですね。アジアナンバーワン、はい。世界ナンバーワンの CMP 用シリカ。 アジアナンバーワン、占領高、高純度、えー、IPA ですね。はい。そして、これですね。え、チッカー、アルミニウム。いいですね。そして、これ、世界史は30%。半導体を竹結晶シリコンということで。まあ、利益率もやっぱり高いステンパーぐらいありますから、やっぱものすごいいい会社ですよね。ただ、過去ですね。この、竹結晶シリコンのマレーシアの投資でもう本当会社が揺らいだと。えー、屋台骨がおかしくなりかけたと。 いうこともありまして、いろいろまあ吸ったもんだったんですが、今となってはしっかり地に足つけてですね、利益を確実に伸ばしているということですね。はい。で本日終値が2853円、PR が11倍、PBR0.85 倍いいですね。リマーカー2.4%、そして新呼ばれて約20%、時価総額2 0億。はい。4月26日、もう間もなく2週間後ですね、決算発表があります。もう増収増益ですよ。売上がりは過去最高。 ただ、利益面はですね、410億ぐらいかな、過去最後。まだ、あ、ちょっと足りてませんが、もうね、コロナでいろいろ苦戦したものの、しっかり利益はもう上振れていっているということですよね。なので、非常にいい感じで、では、為替、あ、為替でチャートですね。2200円ぐらいからもう3000目指すと。綺麗な右肩上がりですね。うん。で、何はともあれ、やっぱり配当もいいし、PV が一番割ってます。で、ここでまたキーポイントなのが、 山口銀行ですね。山口フィニシャルグループですか。えー、そこがですね、この株価を結構投資してますから、まあいいですよね。そういった意味で、いろいろな意味でですね、まあ、あの、面白い、えー、会社であるということでございますね。そういった意味でね、もっとこのサプライチェーンですね。えー、川上から川島へという流れの中で、そのサプライチェーンを分断化していってですね、うん、まあスライスというかね、えー、その中でどこの会社が強いか、どこがキーポイントなのかと。 このサプライチェーンでね。よく iPhone なんかで、だかどこのですね、サプライチェーンをバリューチェーンと言いますけども、一番どこが利益を取ってるかっていう見方もよくマーケティングでするわけですね。えそこで行くと、やっぱり iPhone がもう圧倒的なわけですね。うん。うん、そうすると、やっぱカーミ弱いよと。うん。かわしをやはり、エンドユーザーを捕まえてる Apple、iPhone ですね。Apple ですね。そこはやっぱり一番利益を乗っけることができると。まあ、これ力学の問題ですけどね。 なので、そういう見方もね、ちょっと今後もうちょっとね、えー、本校ではしていきたいなと思いますので、まあそういうことを昔ま言ってるとね、やっぱ就活生とかね、えー、そういう人もそうですし、えー、就活生の孫がいる、えー、おじいちゃんおばあちゃんからもですね、校長もっとこういう説明してとかね、えー、この業界どうなのっての来たんですけども、ちょっとあんまりそれに、え、軸足乗っているとですね、ちょっとあの本校のスタンスはちょっとずれてくるんで、あれですけど、まあタイミング合えばね、え、そういう話もしていきたいなと思いますね、はい。 では、本日の市場動向です。はい。日経平均マイナス1 39円ですが、えー、冒頭言った通り、やはりトピックス、バリューチーム含めてですね、非常に底堅かった、強かった相場であると。えー、いうことが言えるんじゃないかなというところ。一方でグロースは売られましたね。金利が上がってますからと。はい。では、ここの銘柄、ああ、ここのチャートですね。まず日経平均でいくと、まあ、要線が出てますが、一応、マイナスということですね。 はい。トピックスはプラスですね。これ大要請です。えー、プライム指数も0.15%ですね。これも要請いいですね。スタンダードもプラス。ただグロースがまた売られた。本当にこれは慌ただしいですね。グロース。さあ、どうなるかと。だから今後そのグロースが、とかまあ、金利が落ち着いて、方向性が見えたら、次グロースかなっていう値はして、まあ当然これ濃淡がありますからね。ガンガン上がってるグロースもあるし、さえねえなあっていうグロースもある。 これはもう当然ね、そういう銘柄があって当然ですけども。そしてさあ、利回り金利が上がって0.9また1を目指すかというところですが、あんまりこれね、上がりすぎるとやっぱりね、市場が冷え込みますから、やはりアメリカもそう、日本もそう、住宅市場ですよね。これが大事ですから。はい。一方で為替がすごいな本当になんかもう海外の方がもう次から次へと。 なのでまあ、好調も前、昨日言って、同民服でインバウンドですね。これ、もう一回きますから。来ないわけがないですよね。うん。なので、これは本当に要チェックです。フィラデルビア半導体シまあ、こんなもんでしょうね。n i d a がやっぱ強いですね。だからこれ、下がることがね、基本ウェルカムなんですよ。半導体銘柄で、下がることに否定的になっちゃダメですよ。下がれば下がるほど、まあ、いとは言いませんけども、 あの、そういう腹積もりで、今は相場と向き合うべきでしょうね。では、テクニカル分析コーナーですね。はい、国債。まあまあ、下がった、イェイとはね、それは持ってる生徒とからしたらね、こういうとこんな言わんとてくれと突っ込みありますが。ただ、これはもう、ちょっと弱いですよ。うん。はい、CUC もまあ、グロス弱いですね。M3 も、おいおいおいって感じですけどね。クオリプスもまあ、こんなもんでしょうね。うん、また再びまた上がっていくと思いますね、これ。 トライトもまあ、まあこれも下がっても700円ぐらいでしょうね。ある程度持ち値は限定的です。はい。バイバイ高も膨らんでますから。問題はこれです。プロディライト。さあ、これもう半年ぐらいになりますか日柄正義楽しみですね、これ。スマートドライブも弱いただバイバイ高も膨らんでる。はい。2倍株 JET。やっぱ強いっすね。これは。うん。 まあ一応これでね、あのー、もう、あのー、ある程度、どこで勝っても、はい、あの、プラスになってる生徒しかいない、という校長は認識ですから、あのー、ま、校長もね、あんまこれ以上 JT も深く、がどカワあかチャートがね、どうのこうのっていうのはちょっと控えようかな、当分はね、と思ってます。はい。人代ですね、これ。うん。これでも間違いなく伸びますから、はい。あの、よっぽど何か不正とか、こんな校長知りませんけども、 あのこれはねも超お買い得ですよ、ねはい、ベースフードもさあいいですねこれどうなんでしょうかね決算うんではね、えー、特別テクニカル分析コーナー「ソシオネクストちゃんが止まりませんと」と、まあ、これもねもう校長がいろんなとこ自分で自ら足運んで、えー、いろんな人と会話して、えー、友人聞いて資料分析して もうこれは間違いなく来ると本当にその通り飛んでも,、ま、でもまだでもまだ5,500円ですからね目指すはそれはもう単なる始まりにすぎません粗塩劇場の始まりです5,500円いってからスタートですはいでこれはやっぱり5分足とね5日線のハイブリッド分析と本当にもうきれいにその通りになってますよねやっぱ5日線を下振ぶれないこの上昇圧力はすごいそして今売買高がもう止まりまへんと もう、ソショネクスト、レーザーテックのツートップですよ、完全に。はい。では、おまけですね、リッジアイも。まあ、これも仕方がないですね、グロースは。はい。アレントも弱いですね。チェンジも弱い。メガチップス、どこまで行くんだいと。本当に逆ダブルバーが行くので、アスマークはやっぱり定石がいいし、インバウンドですから。いいっすよね、これ。うんあ。アスマーク違うですね。はい。定石ですね、これ。で、こっちですね、インバウンドですね。はい。これもいいですね。はい。 では大黒ちょっとこれも踏ん張ってきてますよね、今。うん。メルカリちゃんがちょっともう、でもいいですよ。これ、確実に来ますから。焦ってはダメです。こういうものこそしっかり消て今までで、ね、本校の事業、特にスタンダードクラス、土曜日の生徒ですね。エリートの。もうしっかり見てください。こんな焦って買ったらね、何のプラスもありません。はい。では、ヒートマップですね。まず日経225。 トヨタが強いなぁ買わせはいそしてプライムまあひたきトヨタひたちもいいですねやっぱり銀行いいですねこれ電気ガスも止まらないですねこれそしてスタンダードうんやっぱりね住心いいですねはいグロース売って変わってグリーンフォレストですねただボードルアとかブレインジェンダーソラコムトライト うん。まあ、頑張ってますよ。トラールは、まあ、これ汚いですね。うん。ETF、これ、やっぱり、強いっすよ。うん。うん、ね。だこれ、本当要チェックしてください。あの、興味ある方、ETF ね。はい。工業、インペック、石油資源。強いっすね、これ。強い、強い。本当と強い、これ。うん。そして、次は、はい。建設ね。 まあこれはもう濃淡がいっぱいありますから、まあいろいろですけど、まあそこそこいいんじゃないですかね。うん。はい。そして、えーっと、これですね。東洋水産。はい。ゴールドウィン。うん。いいっすね。これね。繊維もね。はい。うん。まあ悪くないと思いますけどね。これ。うーん。それで、ああ、これ北越がね。うーん。 やっぱりちょっともう一つ、あれですね。ちょっと下げちゃった感がありますね。科学。いやー、これ、あの、徳山も説明しましたけど、やっぱりね、まあ、クラレね、日中、日本ゼオンうん。デクセリア,ア、がでっか闘争、ダイセル、いいっすね。ベイクライト、リズナック。はい。医学。うん。あやっぱ、強いな、すごいな、これ。 いやー強いですね。ゴム。ま、あこんなもんでしょう。特殊登場。いや、いいっすねー。やっぱ強いっすねー。これ、特殊登場。本当に。鉄鋼。はい。やっぱ、藤倉。すごいな、これ。うん。東洋製菓もね、本当にこれ、キャッシュリッチですから。本当にいい会社です。あんまり、そんなに有名じゃないんですけどね。重工、エバラ大福、ディスコもいいっすね、これ。うん。 まあこのまま素品よね。はい。島ノはいいっすね。でもやっぱり乗車強いっすね。島ノも海外売り比率高いっすから。精密。うん。その他水の黒用すごい。強いっすね。これ。うん。陸運ちょっと弱いっすね。海運もパッとしないっすね。空運。倉庫。 うん、情報おろし商社この場所ね小売りうん来ましたね真っ赤真っ赤っかいいっすねこれ九州千葉福岡山口西日本コンコルディア白もすごい切りがないっすねこれほんと強いはい「昌景」もいいっすね うん、保険金融不動産がちょっとねまあ金利が上がると言われてますけどあのこれ本当一時的な詐欺に過ぎないですからうんこれ本当要チェックですサービスはいではね特選 IPO いきますよはいねえー、ビリオンズ君の戦い IPO 編さあちょっとそこ打ったかなソライズ ブレインも切り返しがすごいな。光フードがまた来てますね、これ。うん。はい。そしてこれは、ここライブですね。はい。いやー、もうグッドなんですよ、決算内容がね。ただですね、これ、進捗率が68と66ですから、な普通本来ならこれサードクォーターですから、うん、サードクォーターなんで、えー、なんだ。 えー、75%いかないとダメっていうことなんですけども、これを前期に比べるとね、サードクォーターまでの累計でいくと、もう165、164なんですよ。で、これなんでというところに書いてるんですね。ここは。えぇ、ー、つね当時純利益。はい、年間経過に対する進捗は68から66ですよ、と。ね。えぇ、ー、要は上場したことに伴ういろなこう費用がかかったと。で、それが前倒しで発生したので、だから下がってるんですと。 ただそれがフォースクォーターには発生しませんから、うん。あの、基本的には計画を達成すると言ってますから、まあ、期待しましょうかというところですね。はい。ああ、ガンガン下がってますね。いや、楽しみですね、これ。ウェリタス。はい。s t g もね、これ、イールライン出ましたが、どうでしょうかトライアルもなんか揺れ動いてますよね。うーん。人事部。 なんか下の切り上げって言うんで、こういう義り高がね、意外と強いんですよ。うん、これがね、意外と、うん、維新。いいっすね。空子も。いや、どうでしょうか、これ。ハッチワーク。JSH。LSB。これですね、ダイブですね。うん。進化。これはもう、もっと下がるでしょうね。本当に切り返しが見えないと。 コロンビアワークスちょっとこれも手出せないですね。わからないです。このチャート。情報テクノロジー。ちょっと揉み合いながら面白いですね。カオリス。これは多分下がっていくでしょうね。グリーンモンスター。面白いですけどね。これ。うん。マテリアル。これも下げますね。アズパートナーズもそうですね。はい。ではビデオンズくん。ね。えー、これでいくと、まあなんかまた下がってますね。まあしゃあないですね。クロス系 そして結果的にまた30万で約6%マイナス。さあ、ビリオンズ君の戦いどうなるかと。はい。いうところで皆さん要チェックですよ。うん。これはね、本当にこういう、なんちゅうの、あのー、見えることってめったにないですから。ぜひ皆さんね、えー、ビリオンズ君を応援すると,ときに自分がビリオンズ君になった気持ちでですね、えー、見てほしいと。そしてこれも第2、第3弾、エピソード、どこまで行くんだという話になりますから。ではですね、はい。えー 次のお宝銘柄は。やっぱり TPBR 後輩とかというところですよね。なのでそう考えるとも、もう校長何でもじゃねえかと。いや、だから結局そうなんですよ。今も基本はもう続き相場ですから、もう昼間ってて、まあ1週、2週、3週、4週ぐらい何週待ってもいいです。もう基本強いです。うん。だから押し目でしっかり拾っていくというところでしょうね。はい。ではね、えー、今日も良かったと。 いう方、高評価、グッドボタン、よろしくお願いします。特にね、本校の校長が出ますので、チャンネル登録と、ね、ぜひね、皆さん、入学してください。そして、毎週土曜8時から、スタンダードクラス。はい。あの、これもね、えー、校長頑張ってやってますから、あのー、投資能力を高めたい。そして、スタンダードクラスの、えー、まあ、今年の目標、資産倍増計画。はい。でですね、えー、成長の持続性、そして市場回復、最高ですね。では、 また早いですけど、今日木曜日からね、金土日3日後ですね、8時からプレミア公開授業館でよろしくお願いします。それでは皆さんね、えー、明日最後の日になりますけども、えー、しっかり戦い抜きましょう。そして、ゆっくり週末、休みましょうということですね。それでは本日の授業は以上です。また明日、お会いしましょう。では。